レルヤヘプシバ,プシバサンビーチームのサンビ感謝いたします。また、補サなナ生隊への力強いサンビにも感謝いたします,します、えー。2021年新年を迎えました。そして今日は2021年度最初の手術礼拝になります。私たち神様からこの教会を愛してくださり、新しい年、 52週の日曜日また365日8760時間を私たちに与えてくださいました2021年新しく私たちに与えられた信仰の指標があります、えー、州法にも、えー、記録されているんですけれども信仰指標はわしのように非常する信仰によって救済士の 驚くべき回復をなす教会という題名です。わしのように非常する信仰によって救済しの驚くべき回復をなす教会。私たちの教会がこのような教会となる信念となることを主の皆をもって祝福いたします。今日私は詩編一篇一節から六節の御言葉を通して、誠に幸いな人はと、誠に幸いな人はという題名で御言葉を語りたいと思います。 この世の中の人はすべて幸せな暮らしを求めています。幸せな暮らしを,暮らしを求めない人は一人もいません。私たちが暮らしているこのアメリカがなぜ良い国なんですかなぜ全世界の多くの人がアメリカの地に移民しようとするのでしょうかもちろん過去のように数多くはありませんけれども、未だにまだ良い国だと言われています。 その理由はアメリカの独立宣言の文章を見るとこう書いていますね。すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、えー、生命、自由及び幸福の追求をもと含む不可侵の権利を与えられていると語っています。 幸せ、幸福を追求する自由が与えられている。全ての人に与えられていると。とそういう国であると語っていますね。だから、このアメリカが良い国だと、暮らしやすい国だと言われているんです。多くの人が幸福を求めて暮らすために、各自、その幸せに対する、えー、観点が、 あるからこそ私たちは暮らすことができるわけです。アメリカが幸せを追求する権利を与えています。しかし、誠の幸せが何なのかを教えてはくれていませんそれは各自悟らなければならないんですね。 ですから多くの人が間違った幸せを追求して暮らすために間違った暮らしをすることが多くあります。その暮らしの方向がですね間違った道へと行くことがあるわけです。堕落した人間が真の幸せが何なのかしっかりと悟ることはできずに暮ら,すことはで暮らしていると語っています。 ですから、そのような人を、そのような人はですね、これが私を幸せにしてくれると思いながら何かを求めて暮らすわけです。お金であったり、名誉であったり。しかし、それがですね、瞬間私たちに一時的な幸せを与えることができるかもしれません。しかし、永遠なる幸せを与えることはできません。時には、 その間違った幸せを追求することによって、自分の両親に背くことを行うかもしれません。そして両親に背くその心によって、自分の心がおかしくなっていくわけです。こうになるわけですねローマ15章16節にもあります。 パウロはローマ書７章15節にローマ７章15節を見ると私たちが、ね、行うこと自分でしていることがわからないと自分の欲することは行わずかえって自分の憎むことをしているんだと語っています堕落した人間の姿を現しているわけですねローマ7章15節です自分の 魂その両親は神様の側にあるものだと。両親だけは神様の御心を表すわけですけれども、自分の欲するところは自分の憎むことをしているとえ語っています。ローマ7章24節を見ると、シト・パウロはこう語っています。私は何という惨めな人間なのだろう 誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと語っていますね。 私とパウロはガラティア古章17節を見ると、えー、肉の欲するところは御たまに反しまた御たまの欲するところは肉に反するからであるこうして2つのものは互いに愛さからいその結果あなた方は自分でしようと思うことをすることはできないようになると語っています聖霊の御たまの欲とまた自分の肉の欲は争っているわけです各自求める まことの幸せをですね、しっかりと歩むことはできないわけです。それが堕落した人間の姿なわけです。しかし、シトパウロはイエス・キリストに出会ってからは、そのような暮らしではなく、神様から与えられた両親に従って、 与えられた両親心に従って歩むと語っています。ですから、使徒行伝24章16節を見ても、私は神に対しまた人に対して両親を責められることのないように常に努めていると語っています。使徒行伝23章1節を見ても、ひたすら明らかな両親に従って行動してきたと、使徒行で23章1節に記録しています。私たちも首都パウロのようにですね、 明らかな良心に従って、良心に従って神様に使えてきたと語ることができるような信徒にならなければいけないわけです。今日、この与えられた御言葉を通して私たちがことに幸せな 暮らしを暮らす2021年を迎えることを望みます。神様が求めておられる幸せを皆さん発見してください。その中で私たちは満足を得て歩むことができるようにならなければいけないわけです。まず一つ目です。一つ目に、幸いな人はと。幸いな人はと。今日紙編一編一節に幸いな人とありますけれども。 3つに分けて語っていますね。幸いな人は何かと。まず1つ目は、悪しき者の計りごとに歩まない人ですね。また2番目は、罪人の道に立たず。そして3番目は、あざける者の座に座らぬ人であると語っています。これが、ね、幸いな人であると語っています。誠の 幸せな人というものは、悪しき者の計りごとにあいまず罪人の道に立たず、あざける者の座に座らない人であると語っています。一言で言うと、悪を離れた人です。悪を離れる人、その人が誠に幸いな人であると、聖書は語っていますね。ね悪を離れなければ、両親に責められます。 ルカ中級章を見るとザ、えーカイという人が出てきますね、主税人のザーカイ。主税人ですからお金持ちでありました。しかし、その人は両親に問題がありました。その両親のこの問題を解決するためにイエス・キリストに 会うたために出て行ったわけですそしてイエス様がザーカイの家に来られたわけですよね。そしてその時に、えー、イエス様が何か語られる前に先に行ったことは何かと、告白したことは何かというと何ですか私は自分の財産の半分を貧民に施しますと。またもし誰かから不正な取り立てをしていたならば、4倍にして返しますと。 先にザーカイが告白したわけです、主にあってから。主税人ですから、当時、お金の欲がある人でありました。多くの人がですね、その人を憎みます。国を捨ててローマの側に立ってですね、イスラエルの人々から税金を奪い取って、ローマに、えー、払い、 残りは自分が得る、そういう人が主税人になったわけですけれども、そのような人がですね、自分の財産の半分を貧民に施すと、また不正な取り立てをしていたならば4倍にして返しますと。誰かがそうやって告白させたわけでもないのに、自分が語っているわけですよね。それは自分の両親が責めるからなんです。ザカイの両親が 自分自身を責めるから告白するわけですよね。イエス様に出会う前に、御霊がですね、ザーカイの心の中に働かれたわけです。それでザーカイはイエス・キリストに出会うことになりました。悪の道を 私たちが歩んでいたとしても、また多くのお金を得たとしてもですね、幸せを得ることはできません。その両親がですね、責めるから、ザーカイはそのような告白をしたわけです。私たちは両親がきれいな人にならなければいけません。両親から責められることのないような、そういう。 正しい愛みをしなければいけません。きれいな両親を持って愛まなければいけないと語っています。ヘブル九章十四節を見ても、キリストの血は私たちの良心を清めて死んだ技を取り除き、生ける神に使えるものとしないであろうかと語っていますね。ヘブル九章十四節です。イエス、キリストの血潮はそのようにするんだと。 私たちの両親を清めてくださると。そして、両親に責められることがないように幸せな暮らしをすることができると。そうやってしてくださると語っています。こうやってイエス・キリストを信じる瞬間、私たちは両親が清められました。しかし、もう一つ問題があるんですけれども、毎日毎日、毎時間ごとに悪の誘惑は私たちに。 及ぶということを覚えなければいけません。罪の誘惑、悪の誘惑は私たちのそばにいつもあるわけですね。ですから私たちの両親はイエス・キリストを信じることによって清められましたけれども、そ,のそれと同時にです、ね、私たち自身が悪から離れていかなければいけないわけです。その悪を離れる。えー 秘訣は何かというと御言葉を神様の御言葉を、ね、え喜びながら昼も夜もその御言葉を思うことが、ね、え幸いな人であると。詩編一変二節に記録されていますね。このような人は主の起きてを喜び昼も夜もその起きてを思う人だとこの思うという単語はですね、思う。これは深く考える。ね、えまた 何回も反復して考えるという意味があります。見言葉のことをですね、何回も何回も反復して覚える人、思う人、そういう働きをする人が幸いな人であると、悪を離れる人であると、幸せな暮らしをする人がそのような人だと語っています。レビキ11章を見てもですね、イスラエルの人々が リポ、えー、のなかで、ケガレタ、ケモノト、また、綺、え、麗、ー、な獣が出てきますよね。レビキ11章を3節を見ると、えー、食べることはできる、綺麗な動物は何かというと、蹄の分かれたものであり、また、反数するものは食べることができる。と語っています私たちと何の関係があるのかと。 言うかもしれませんしかし、この霊的な意味は、このような獣を通しても悟りなさいということです。獣を通してですね、牛のように私たちの、えー、この両親、私たちの御言葉をしっかりと反数しなさいと、反復して考えなさいということです。 ただ、メッセージ聞いて、1週間、日曜日にですね最初、メッセージを聞いて、それで終わるのではなく、毎日毎日、毎時間ごとに、神様から与えられるこの御言葉を、しっかりと悟り、また深く考えて、反芻しながら、反復しながら、歩みなさいということを語っておられるわけです。そういう人が悪から離れて、幸いな暮らしをすることができると語っておられるわけです。 大きな二番目に大きな二番目に神言16章20節を見ると主,を頼頼主により頼む者が幸いだと語っています神言16章20節慎んで御言葉を行う者は栄える主により頼む者は幸いであると語っていますねここを見ても御言葉を行う者は栄えると語っていますよね 御言葉を行うもの深く考え、その通り行うものに幸いな祝福が与えられると。ものいうの時、神様に避ける。神様を避けるところをするという意味があります。また、神様を待ち望むという意味があります。 ですから、イザヤ四十章三十一節を見ても。主を待ち望む者は新たなる力を得ると語っていますよね。エレミヤ十七章五節から八節を見ても。おおよそ人を頼みとし。頼みとし、肉なるものを自分の腕とし。 その心が主を離れている人は呪われると語っています。エレミア17章5節です。人を頼イとして、肉なるものを自分の腕として、その心が主から離れる人は呪われると。そういう人は、どうですか荒野に育つ小さい木のように何も良いことの来るのを見ないと語っています。7節を見ると、しかし、おおよそ主に頼り、主を 頼みとする人は幸いであると語っています。主を頼みとする人は幸いだと。また、派説を見ても、水のほとりに植えた木のようで、その根を川に伸ばし、暑さにあっても恐れることはない。その葉は常に青く、左の年にも植えることがないと語っています、ね耐える。耐えずみを結ぶと。 神様だけを頼,頼り求めれば、より頼めばですね。いつも青い葉っぱを結び、実りを結ぶ、暮らし祝福の暮らしをすることはできると。祝福の源にですね自分の根っこを刺すわけです。それが神様を頼みとする人であると。しかし、えー、障害物があるわけですね。 教会設立者である牧師先生がこう語られたんですね。私たちが神様を信じることができないようにするのが自分自身だと語られました。神様を信じることができないようにする障害物が自分自身であり、また傲慢だと。傲慢というものは自分自身で満たされているものです。 傲慢というものは自分自身で満ちている人、そして自分中心の暮らしをする人が傲慢な人です。ですから、傲慢な人というのは必ず自分自身が一番なんですね、最優先です。ですから、傲慢というものは神様と私たちの関係を遮断し、また結局、この傲慢さが全ての関係を打ち切るわけです。 傲慢な人を好む人はいませんよね。傲慢な人と友達になりたいですかそんな人はいません。自分しか知らない人と誰が親しくしようとするでしょうか。ですから結局、全ての関係が、ね、途絶えてしまいます。神言16章18節を見ても、神言16章18節に、高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つと語っています。 傲慢というものは、隣人との関係を断ち切り、神様への道を閉ざします。この不幸というものは、外部から来るのではなく、自分自身から始まるということを私たちは覚えなければいけません。すべての不幸というものは、自分自身から始まるわけです。ですから、真の幸いというものは、自分を拒むことから始まります。 自分を捨てるとき、自分自身を、えー、失うときに幸せを見いだすことができるわけです。マタイ16章24節を見ても、イエス様は、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨てて、自分の十字架を負って、私に従いなさいと語られましたよね。また私たちが幸せについて見,る見なければいけないのは、この幸福、幸せというものは、一瞬にしてすべてが与えられるわけではありません。 皆さん薬を処方してもらうときにですね、一日に何個、何日間飲みなさいと処方箋が出されますよね、もう10日間、また1週間だけ朝、昼、夜飲みなさいというわけです。しかし、か 早く治りたいからといって、そのすべての薬を全部一日で飲んでしまったらどうなりますかそれは毒になってしまいます。薬ではなく毒になるんですね。幸せも同じです。毎日毎日、一日一日、私たちが神様に委ねて歩むときに、また神様により頼んで、神様を維持して、頼って歩むときにですね、雪が降るように私たちに幸せが少しずつ少しずつ満たされていくわけです。 雪のように白くきれいになるわけですよね。しかし、多くの人はどうでしょうか多くの人は幸せをいっぺんにですね、与えられることを望みます。それで誘惑に陥って、また悪に陥ることが多くあるわけです。そういう幸せは幸せではありません。そういう幸せはありません。ですから私たちは視野を広めて、 また遠くを見て歩まなければいけません。今、この瞬間にすべての幸せを受け入れようとするのではなく、これから永遠に受けることを望まなければいけません。幸せというものは、明日を司さられる神様を望み見て歩むことなんですね。その教訓を与えるのが呼ぶですよね。呼ぶは、 えー、多くの試練、観覧を受けました。しかし、この予部の話を通して与えられる教訓はですね、予部は今現在、自分の状況、その苦痛と苦しみによって神様を捨てることはなかったということです。神様との関係を切,れ切りませんでした。神様と、えー、今、自分が苦痛を受けて、 苦難の中にあったとしててても神様を捨ててですね今現在の問題を解決しようという人がいます。しかし、ヨブは明日を司られる神様に委ねて、信じて歩みました。今自分にある問題を解決するために神様を捨てて、明日の望みを捨ててですね。 歩む人がいます。そういう人は幸いな人ではありません。神様は今日の幸せよりも明日のもっと大きな幸せを求める人を求め,求めておられます。ですから神様は聖書でえ希望の神様だと語るわけですね。ローマ15章13節を見ると、望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たされるようにと語っています。そして精霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるようにと語っておられます。 ローマ15章13節です。望みの神様が私たちに喜びと平安、祝福を満たしてくださるわけです。望みというものは明日を仰ぎ見ることです。聖書で語られている幸せというものは悪を捨てて神様だけに頼って望み見ながら明日に向かって歩むことが まことの幸いであるということを聖書は語っています大きな3つ目です、ね、え私たちの魂が恵まれるときに万事が益となる祝福が与えられます私の魂がいつも恵まれているときに全てが良くなるわけです大ヨハネ 第3ヨハネ一章2節を見ると、愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなた方のすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っていると語っていますね。またローマ発祥、五節から七節を見ると、肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思うからであると。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安であると語っています。肉の思いは 敵に神に適するものであるけれども、それは神の立法に従わず、いな従い得ないのであると。肉の思いをする人は神様の敵となると。また神の立法に従わず、結局は不幸な暮らしをするということを表しています。ですから私たちの霊がまず最優先であるということです。 これが想像された世界の秩序であります。神様の前に私たちの魂が従順するときに、神様の前に私たちが減りくだるときに祝福を受けるというのが、この神様が想像された世界の秩序なわけです。しかし、アダムはそうすることができなかったわけです。だから、堕落したんですね。アダムは肉の欲に陥りました。その誘惑に陥って、 肉の欲がその魂を司り、征服することになったわけです。だから、堕落しました。神様の御言葉が私たちの魂を征服する時に祝福を受けます。ですから、魂が恵まれれば、全てのことにおいて恵まれると語っているわけです。私たちが私たちの 考えや努力や力によって全てのことを管理すると考えてみてください。人間の力で全てを司ることはできますか ?1 つ2つはどうにかできるかもしれません。職場であったり、勉強であったり、家庭であったり、人間関係であったり、1つ2つは自分の力や努力で何とかできるかもしれません。 しかし全ての人生をうまくするためにはですね、24時間寝ることもなく管理しなければいけません。人間の力では全くできないわけですね。との幸い幸せというものは全てが良くなることです。何においても恵まれること、それは人間の力ではなく神様から与えられるものであります。ですから 言語牧先生が言いましたよね、自分の子供を24時間監視することはできないと。しかし神様はできるんです。ですから神様に委ねなさいと。神様に委ねれば神様が守ってくれる、責任を取ってくださると。ですから私たちはですね、私たちの魂が恵まれるときに、神様が私たちの暮らしをも恵んでくださると。すべてパンジーにおいて益となる、祝福が与えられるということを信じなければいけません。 ですから私はこの2021年度私の魂をしっかりと管理することが最優先すべき目標であるということを語りたいと思います。この年ですね、私たち自分自身の魂をしっかりと管理することが優先的であると。神様にすべてを委ねて暮らすときに神様がすべての 暮らしを祝福してくださるということを信じる皆さんとなってください。その始まりが神様の御言葉の前に自分自身を減りくだらせるときに始まるということです。神様の御言葉をしっかりと考え、読んで、学んで、また反復しながら暮らさなければいけません。私たち、この教会、なぜ今、出席されているんですか 自分の魂を愛し、その魂が恵まれるためにここに来られているわけです。ですから皆さんもこの幸いな暮らしを始,、ま始,ま、始めておられる方なんですね。私たちの魂を管理することが最優先されるべきものであるということをしっかりと悟ってですね、幸いな暮らしをする2021年となることを願います。このような秩序を回復することが。 神様と共に歩むことであります。神様と共に歩むというと、絵の子だと考えますよね。絵の子は300年間、神様と共に歩みました。救済シリーズ創世記の形図を見ると、神様と共に歩むということは何かというと、自分自身の御心を他の人に委ねて歩んでいくことなんですね。 他の人と自分の意,意図をですね、意味、見心を一緒にして歩むこと。そういう時に幸いな暮らしをすることができるわけです。私たちが子どものとき、また若いときはどうですか自分の力では何でもできると考えますよね。しかし、年を取れば取るほど自分の力では何もできないんだなと、限界を感じるわけです。そして、 一つ一つ諦めていきますよね。結局は自分自身の生涯を全ての人生を神様に委ねることを神様は求めておられるわけです。そういう時に神様が私たちを祝福してくださるわけです。愛する皆さん、なぜ一人で全ての重荷を背負うとするんですか職場、学校、家庭、 いろいろな問題をですね、自分自身で解決し自分自身で管理しようとしていないですか2021年度は全ての重に自分の店職場家庭全てのこの重にを神様の御手に委ねてゆっくり安らかに眠ってですね いつも平安をまた幸せな暮らしをして歩む皆さんとなるよう主の皆を持って祝福いたします。そして万事が益になるように、すべてにおいて祝福を受ける皆さんとなるよう、2021年となるように主の皆を持って祝福いたします。祈ります愛す愛る,る神様 感謝いたします2021年、新年を私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。この年、どのように暮らすべきか、私たちが人間の考えで考えるよりも、祈る中で全てを神様に委ねて、神様だけに頼り、歩むことありきりを導いてください。そういう中で、最愛な暮らしをし歩むことありきりを祝福してください。 今までの暮らしよりもこれからの暮らしがもっと大きな祝福、大きな幸せがあるということを信じて望み見ながら神様に全てを委ねて感謝して歩む信徒となるよう導いてください。毎日毎日、御言葉をしっかりとつかみ、御言葉を思いながら悪から離れて神様だけに頼り、私たちの魂が全て恵まれて、全てにおいてパンジが益となる祝福を。 えー、得ることありきりを祝福してください家庭ごとに与えられた子どもたち職場事業また私たちの健康までも神様が責任を持ってくださり心配ごと憂いのない全てにおいて万事が益となる祝福を 得ることができるよう導いてください。また、神様の前にいつも栄光を表すことができるよう祝福してください。望み、すべての祈りに神様が応えてくださることを信じて感謝し、主イエス・キリストのみによってお祈りします。アー